消費税廃止なんでそんなこと言い出すんだってことなんですけれども皆さんにお聞きしたいんですよ消費税って何のために取られているかって皆さんご存知ですかテレビ新聞などでは消費税がなぜ必要かということに関して社会保障を支えるために必要なんだということはよく聞かれますけどこれって本当なんですか残念なながら事実とは異なります 社会保障の一部には使われているが社会保障のために消費税が必要というのは事実とは異なるじゃあ何のために皆さんが消費税を取られているのかこれから簡単に説明しますまずこちらからこちらご覧いただくと青と赤2色を使ったグラフがご覧いただけると思いますこれ何ですかこののグラフの一番左側1989年要は消費税が 3%でスタートしたときからのグラフ、2016年までの間の累計でございます、で、ここから分かること何かと申しますと、この青い部分、この青い面積が増えれば増えるほど、消費税の税収は増えます、どんどん増えていってますよね、一方で、赤い部分、この赤い部分が増えれば増えるほど減っていくんです、何が減っていっているか。 法人税つまりは消費税が増え続け一方で法人税は減り続けているよということが目でわかるグラフでございます,言葉にします消費税収は累計で263兆円一方で法人税収累計で192.5兆円減少なんですねつまりは消費税とは何ぞや 大企業に対して大減税をするためにその穴埋めとして使われるための財源が消費税そんなわけないだろうって思われた方いらっしゃるかもしれないけれどもそういう方にはぜひ1989年以前に行われた議論を追っていただきたい直感比率の是正大企業に対して減税するために金持ちに対して所得税減税するためにそのための穴埋めとして間接税としての消費税が誕生してきたというような流れがご覧いただけると思います はい、つまりはどういうことですかこの消費税と法人税に落とし込んだ場合に言えることはこういうことですつまり消費税収の実に約73%が法人税収の減少分に割り,当てれ割り当てられていたとも言えるということなんですねありえますかこんなの社会保障のために必要やったん違うの違いますよ一部にしか使ってません全部社会保障に使ってるんだったら 75歳以上の高齢者に対しての医療,医療窓口での支払いどうして倍にするんですか年収200万円そこそこの人たちただでさえ生活苦しいのに社会保障で支えるんでしょ社会保障を支えるために消費税必要だったら今さらそれ倍にする必要ないですよだってもうすでに増税されてんだから口実としてはそう語れるけど事実はそうなってない大企業から組織票や企業献金をもらっているお礼に 彼らに対してインセンティブプラスを渡さなきゃいけないから減税をして貢献し続けているのがこの消費税ということと言えるという話なんですねさっき言いました組織票と企業献金それによって政治をコントロールしているのは企業側です特に企業の中でも一番大きな連合体って何でしたっけ経団連ですよね日本経済団体連合会経団連2000社以上でかい企業を連なってるよ賢いんですよ 自分たちの組織票、企業献金で国会に子分を送り込む、たくさん送り込めたときにはどうなりますか、当然ルールは変えられる、ルールは作れる、結果こんな消費税みたいな歪んだ取り方が始まって、強まっていったわけですね、彼ら、経団連はさらにこの消費税、こういうことを求めている、2025年までに消費税を19%まで上げろと言っている。 消費税19%まで上げられて耐えられる人、どれぐらいいますえ耐えられるわけないでしょ、ね、だから減税しないとだめなんですよ、こんなね、企業側にコントロールされてるような政治続けてたら、確実に首絞まりますよ。というよりも、首絞ってる人たち、非常に多いじゃないですか、なんでこんなことなんのっていったら50、50%以上の人たちが政治に対して手を離しちゃってるからですよね。 国政選挙のパーに50%ぐらいの人たち、選挙行かないですもんね、でも企業側は絶対行くんですよ、なんでか、政治をコントロールすれば利益誘導できること分かってるから、それを重ねた結果、どうなったか、今やもうあのバブル超えて、過去最高益ですよ、皆さんの中に、ここ数十年の間で過去最高益、それぐらいの所得、今持ってるって方いらっしゃいます 今や給料、過去最高益って方、この中にどれぐらいいらっしゃいますいらっしゃいませんよね、一方で企業はしっかりと政治をコントロールしながら利益を誘導するってことを確実にしてきたってことですよ、逆にこのコントロール権取り戻しませんかっていうお話なんですね、できるのかって、できますよ、どんなに金持ちでも、ワーキングプアでも、同じ一票を持ってるんですから、しかも50%が諦めてるっていう中で、 一緒に力合わせていきゃこんなもんひっくり返るに決まってんですねだってパワーゲームなんだから初めから放棄しちゃったら何もそこには生まれもしないし逆に言ったら巻き添いにされるだけ余計首が締まっていくだけ一緒に政治コントロールしませんかそのお誘いをするために東京をもう2ヶ月離れ全国を回っている途中でございますれいわ新選組代表山本太郎と申します